どういうわけで、史実と異なる女の肉体なのかってまあ、話せば長いんだけど。要は、ルラプス。私がさ、人間の良心も、神の愛も信じきれず、異端に走っちゃったってこと。英霊の器なんかじゃなかったんだよ。ん 属性秩序全で、セイバーのジャックドモレやだなあそんなのいるわけないってば。もしいたら、指定塔の下に埋めてもらっても構わないよ。う <laughs> なんもやる気が起きん。こんな日は、そうだなあ 騎士団入会のイニシエーションごっこでもするしかねえな。はい。ひざまずいて目隠しつけて。いくつか質問しまーす。嘘ついたら殺しまーす。マスターは既婚。または婚約中ですか健康ですか他の組織に属してませんか 借金とか買収とかしてませんかこういうの初めて緊張してる経験人数は召喚の。最初の相手はどんな感じだった痛くしていいもっとやろっか。ねえねえ、どこか出かけない 得意点とかじゃなくてさ。カフェで食べって、映画なんか見てさ。ジンギスカンでも食べに行こうよ。<laughs> そうだね。今度ね。ああ、そうね。いわゆる騎士とはちょっと違うんだ。神様に仕える戦士。 だからさ元は貴族でもその権益を捨て去った修道士だし群馬だってわざわざ二人乗りで契約したりしてねう <laughs> マスターと寄り添って一頭の馬にまたがってみるのはいいかもね <laughs> 時々思い出すんだ テンプル騎士団にも入会する前、ただの若者だったジャックが、毎朝毎晩、剣と乗馬の稽古に明け暮れてさ、いつかは海の向こうで、一人前の騎士として身を立てるぞって憧れてた頃。エルサレム王に、うやうやしく貸し付く場面を空想してみたりとかね。 この記憶、本物かな <laughs>